その相模原のメンバーご紹介いたします。ゴールキーパー竹重です。藤原、白井、木村の3バックです。今日は右に石田、川上、鳴岡、小玉、シャドウのポジション藤本と安藤、最前線に沢上が入ります。一方甲府のメンバーです。こちらは前節と同じ11枚です。ゴールキーパーは川田です。浦上、新井、メンです。関口、野沢、野津田、荒木、鳥海、泉沢、ウィリアン、リラという11枚です。ニアサイド、後ろから川上振ってくる、当たった、ミドルシュート、川上先制ホームの相模原。川上龍の得意のミドル、しっかりこう自分の面を作ってミートしましたね、まあ、目の前に守備来た、ディフェンスに当たってコースも少しこう変わって落ち着いてつないで甲府、新井です。うまくプレス外して敵陣まで入ってきます甲府。関口、リアン、リラのところコントロール、リラ、リラ、見事なシュート、ウィリアン・リラ、まあ、シュートまでも早かったですし、まあ、ストライカーって感じでのシュートでしたね、はい。まあ、相模原からするとやはりあそこは人数かけているので、飲水タイムを挟んで試合が再開しています。荒木からスペースへ、泉沢抜けた、コントロール、惜しいプレーでした。木村のヘッド拾って、鳥海のクロスこぼれている、チャンスだ、ウィリアン・リラ、もう一本は打たせない。こう粘ってしっかりしたボールを上げて、やはりこうボール、ね、グラウンドもスリッピンなのでボールも伸びてきたりするので、石田、沢上へ、沢上よく収めてます、うん、真ん中へ、真ん中で粘った、藤本から左、児玉です、スピードアップ、児玉のシュートだー、抜き切らずにシュートを打ってきました。ちょっとゴールに近い位置に相模原も選手を構えて、真ん中のあたりから入っていきます。ずらしてきた、鳴岡スルーして後ろから川上狙ってきた、また川上です。ここで、まあ、多分ディフェンスに当たってると思うんですけど ね、 そうですね、コース変わった野沢狙っていた、鳴岡、小玉預けて、沢上ターンに行く、川沢上倒れて PK、 沢上隆二が体を張りました。まあ、このポストプレーですよね、しっかり抑えたところで倒れた後だと思いますね、これでちょっとこう絡めて生かせないような形、決めました、藤本純吾、冷静です、さすが藤本。まあ、しっかりこう自分のリズムっていうものを大事にした PK だったと思いますね、はい。さすがの一言ですね、さすが。入れてきたニアサイド、抜けてくるボレーシュート、シュートだー、もう一本、宮崎です。まあ、この処理しにくいボールの中から泉沢選手も、ね、しっかり反応した中で
これしか枠飛ばしたんですけどね、いいコース飛んでるんですけどね。戻す、山田入れてくる、中2枚メンデスコントロール、メンデス落として関口入れてきた、柔らかいボール抜けた、泉沢正面、これ面白いボールでしたね。少しこうふわっとしたボールだったのでディフェンスとしては処理しにくかったと思いますし、荒木、長谷川、追加タイム4分です。ミドルが来た、小柳のミドルです。泉沢仕掛ける、左足のクロス、もう1本えぐってきた、泉沢柔らかいボール、ちょっと長かった。試合終了、相模原勝ちました。6位の甲府から大きな勝ち点3、勝ち切りました相模原。高木大成2勝目。